真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。
何年言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。サバ、アサリ、スズキ、この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。間違いねえ。待ってんのさ。賊が森の中にいるのさ。ああそうさ、あの世の早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、盗っ人どもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ、何も取ってはおりません。拙者どもはただ。さっさと出て行け。ご師範様に言いつけるぞ。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかける。でどけ、あすがまんじゃん。勝負事は相手よりも四半時長く待つ者が制するじゃん。ヒロ、ついてねえな。王女じゃねえ。どうかお待ちを。足りなくなることはございません。怪我はありませんか。いや、なんでもねえ。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。わしが手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。離れませんよ。先生を見つければ。奴らは村中におるよ。起きてくれ。助けてやってくれ。誰か。
え持てれば。なんてこった。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は弘樹殿、お行きくだされ。案ずることはございません。いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。負け犬が。楽にしてやれ。喜んで。うわ、逃げるなら今のうちじゃ。この向こう水なもののふは誰だ。して、手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。はっ、武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。切り裂け。負け犬が。
様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない。ヒロキ様、三十郎様をお探しなら戦国この前を駆け抜けて行きなされました。誰もおらん。行くぞ。酒を飲みながら。やったと言うじゃん。やろうが。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者をお供させていただければよろしかったのだが。愛子殿が無事であればよいが。なんてこった。百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ねえ。スサノオノミコト以来の極悪人だが、二言のないお方だ。ま、酒だけはたんとある。飲め。逃げるな。今のうちじゃ。会社はいつ来てくれるんだい。もう閉じろ。勘抜きをせねば。そこの木を持ってこい。迷うせ。まだ来るぞ。抑えろ抑えろ。あわや切り殺されるところでした。
奴らは全部持って行きやがった。門は放っておけ。壁を登れ。頭をかち割って。もう首を下ろせ。奴らが退いておる。これは先生の行いか。先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。刀か。年派もいかぬ小僧の手に我が折々幼し。我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。何もできぬな。参った。うん、さあ参る。せっせっ。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊名。恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。ありました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。
我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。死ぬ。命乞いでよくは今のうちで。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃないか、こんな楽な役目もねえさ。死ねえ死ねえ。もう犬が。
己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。買いかぶりする二つのクズ野郎が。おめえみたいな人は相手になる。そろそろしまいだ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やっちゃう。死ね死ね。ダメ。橋は落とされておる。されど古い金掘りのマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いておったのに。雨の中ババアどもを斬ることは戦ではない。ここを見張ることこそ肝心じゃ。ハッ、気の毒ね。命が最後じゃ。もう逃げないぞ。もう案ずることはない。片付けない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ。されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。ひどい雨で立ってたら病に倒れちまうぜ。酒に飲まれること。闇を一発じゃ。
ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者。通さん。ボロ切れが。女をすぐさま離せ。車内処置みんな置いていけ。逃げろ。助けは来ない。邪魔するわ。全部持っていきやがった。お前の血が雷神様の怒りのようじゃ。よくも兄貴をやりやがったな。クソ野郎、死ねえ。血だけを。どこのお方か存じませぬが、まことに片付けのうございます。犬が
うちの中に奴がおるんじゃ。ここまでだ。
り裂け。そこまでだ。なんでみんな殺しちまわねえんだ。さだため様、己を買いかぶりすぎじゃ。おめえだ、しまいじゃ。クズ。おお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 他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、みんな待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。命乞いするには少々遅すぎたな。おめえら、
たいな。俺のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者とも今や守ることもできわい。父上は黄泉への途に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意務める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりもただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。信殿、大事ござらぬか。我らは池様たちはどこにかもかけて挑んだ。挑んだが数はいかほど。百は優に超える。我々は図られたのじゃ。拙者は出遅れじゃ。まだ助かる者に手を貸してやってくれ。愛子は無事でござるか。お許しを。愛子、愛子殿を見た者はおらぬか。もうやめとくれ。そう遠くまではいけない。おい、一人も生かしておいてはいけん。分かっておるな。
侍は皆上川村へ向かった。わしらの計った通り。奴らが戻ったならば、帰りしちには無しかないの。承知いたした。そなたは誠に無事か？わしは見つかりません。されどあなた様もお隠れになった方が。こいつらはただの賊ではございませぬ。拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを請うのか。面目ねえ。わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む御所だ。戻ってき
百軒先からでも安図を射止める。お主の頭など造作なきこと。早よ行け侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。役立たずの野郎が。出しておくなというお言いつけだ。もったいねえな。わしらが連れてくってのはいかがですかい。さが気づかれちまうさ。さっさとやっちまえ。そうですかい。わしにやれるかの。馬に食わせる飯もねえんだ。もたもたしてんじゃねえ。恐れなどなく止めろ。目を狙え。手を止めろ。たとえ死と隣り合わせであろうと。とどまる。早く攻めねえと、お上の軍勢が押し寄せてきちまう。疲れ果てた兵は親分の役に立たない。